顎の前に構えます。体を引くと同時に決めます。もろ手中段払い受けを行います。上段受けと逆突きの連続動作です。動作の区切りとリズムを覚えてください。すり込んで鍵突きを行います。小手打ちは肘を少し曲げ、腰の回転を利用して斜め横より打ちます。足は結び出しとなります。ぶれないように回り、まみ猫足立ちになると同時に受けます。上段打ち受けは顔を十分受けます。上段に対する攻撃を引き込んでかわす動作と受けです。攻撃と受けを正確に素早く行います。攻防の感覚を養いましょう。右腕の落とし受けと握りながら突きとの調子を合わせます。地音を横から見てみましょう。最後に呪音を後ろから見てみましょう。